ります。ドアが閉まります。上はどうなってんだろうな。重要施設も増えてくる。これまでのようにはいかないだろう。なんだ。10階です。ドアが開きます。お前ら、だよね。いや、兵士がいくらでも乗ってきてもおかしかで。そっちは任せる。頼られちゃな。あのよ、シャワー浴びたいな。これはエレベーター止められた？あ、行けんのか。行けるけど、このフロアは、あ、ダメなんだ。上行っちゃおう。ちょっと回復を。もうね、ポーションじゃさっぱり回復しない。ハイポーションでもあんまりなんだけど。紐が冷えたぜ。通報されてないよね。そんな時間はなかったはずだ。上を参ります。ドアが閉まります。また止まるかな。みんなは階段を使え。階段を。また出くわしても速攻で片付ければなんとかなるだろう。あ、早速おいでなすった。20階です。ドアが開きます。こんにちは。はい、階段使えばよかったかな。まあいい。アンガーマックス。こっちはどうだ。よっしゃー。バレット声大きい。20階科学部門か。まあ入れるわけないね。これ別の、あ、別のエレベーターにも乗れる。あれ、あ、そっちが来た。シュッと頼むぜ。なかなか上まで行けないね。階段に移ってもいいぞ。それはない。30階です。ドアが開きます。気を抜くな、来るぞ。こっちは大丈夫。母さんこそ怪我はなかった？そっか、安心した。え、そんなひどいな。上を参ります。ドアが閉まります。いや、まだ何も分かってないよ。アバランチがまたいつ攻撃してくるかわからないから、くれぐれも気をつけて。上を参ります。ドアが閉まります。それと、家族のために働いてる人がいて、帰る場所があって、待ってる人がいて、もちろん分かってたことなんだけど、なんだかきついな。善人なんだろうが、連中は自覚なき共犯者だ。そういう連中の意識を変える必要がある。自分たちの売ってる魔法が星の命に等しいってことを自覚してもらわねえと。そうなれば世界は変わる。総会で聞いたよな。
ティファ、エアリス救出に集中しよう。うん、そうだね。59階です。ドアが開きます。70、80、90、100、110。魔法濃度の過飽和を確認。冷却用マテリアによる放冷を開始。スカーレット様、会議のお時間です。あなた、声をかけるタイミングが最悪。魔法濃度、マテリア構造、ともに安定しています。各マテリアの質量増加を確認。検出。あ、行くわよ。規定値を大幅に超え、なおも増殖中。領域内の至る所で結晶化を確認。暴走しています。ダメです、このままでは。お片付けよろしく。は、スカイフロアね。名前通り洒落てんじゃねえか。行くぞ。わあ、出たよスカーレット。なんだあの下僕兵士は。あ、見学ツアーのお客様ですね。見学ツアーのお客様は60階、61階、62階、63階と順番に進んでいただきます。各フロアの出口に更新機がございますので、そちらでカードキーを更新していただきますと、次のフロアをご利用になれる仕組みとなっております。それでは皆様、見学ツアーを心ゆくまでお楽しみください。たく、めんどくせえな。ちょっと変じゃなかった？うまくいきすぎている。やっぱりそう思う？罠？はっ、それならそれでいいさ。帰り討ちにしてやる。監視カメラ映像も一瞬切り替えられたしね。クライナーにしても、お、誰かいる。ミッドガルを壊して、アバランチは何がしたいの？おお、あ、マコールだ。奴らはこの夜景を見て、綺麗だ、絶景だって喜ぶんだぜ。あの明かりの一つ一つが星の血を、命を削って灯ってるんだってことに気づきもしねえでよ。うん、俺も一瞬うっかり感動しちまった。綺麗ではあるんだけどね。普通に人がいるな。こんな片腕銃の男と体験背負ってる男が普通に歩いてっけど、あ、階段か。まあここを永遠と上がったり下がったりしてもよかったんだけど、
さすがに面倒。なんかアイテムあんのかな。でもさすがに面倒。というかここから上は階段、あ、そっか、スカイフロアで許可を得ないと。スカイラウンジか。こっち行けるか。にしてもカードキーばっかりだな。神羅の中枢だ。仕方がない。出たな元神羅。でかい組織のやつほど仕方がない。ああ仕方がないと。そう言われてもね。いやおしゃれだけどちょっとダークすぎるな。すべての魔鉱炉と支柱をチェックしてください。はい、そうです。いえ、すべてです。どこにどんな影響が出ているか分かりません。少しでもおかしなところがあれば報告をお願いします。よろしいでしょうか。ああすまない。こちら7番街の被害報告書になります。あの少し休まれた方が。いや会議までに被害状況と大まかな再建計画だけはまとめておきたい。たとえどんな目的があろうとも町を落とすなんて正気の沙汰ではないな。統括会議でそのような発言は決してなさらないように。分かっているさ。メモリアルフロア。ああそっか、今はリーブ君が統括をやっていて、あのカメラを見ていたのは誰だ。ダメだ、働く気がしねえ。え、働け。メモリアルフロアか。ミュージアム。神羅カンパニー本社ビル見学ツアーへようこそ。今度はなんだ。こちらメモリアルフロアではクレスケントのこれまでの歩みや我が社が展開する数々の事業について、また魔鉱都市ミッドガルと魔鉱エネルギーについて、それらを3つのブースに分け展示しております。はいはい、ご苦労さん。まあ見ちゃおう。そう、もともと神羅はちっちゃいお店企業だったんだけど、魔鉱を発見したことによってもういろんな事業に手を伸ばして、なんだかんだミッドガルのインフラすらも管理していると。胸焼けしそう。自分大好き野郎ってことだな。プレジデント、なんだこの銃、かっこいい。プレジデント。ああそんなに展示品はないな。ああく暗い。皆さん見学ツアーお楽しみいただけてますか。プレジデントや神羅カンパニーのこと知っていただけました。プレジデントの思い出の品が目にできて感激ですよね。Thank you.
次のブースではシンダカンパニーが展開している事業について部門別に詳しくご説明したいと思います。え、こんなこともやってたの？と驚くこと間違いなし。お楽しみに。持ってんな。北条が最初に出てきたけど、よく見るやつだね。散々スクラップにしてやったぜ。兵器開発部門。申し訳ございません、兵器開発部門のブースはただいまメンテナンス中です。え、勝手に見とけよって。あ、パルマ。おっと、なに、これを読めばいいの？なに、なに、ようこそシンラビルへ。わしが統括する宇宙開発部門は兵器開発の過程で生まれたロケットエンジンを使って資源がいっぱいある宇宙を目指してた。だけど今は魔鋼が手に入ったから凍結中なんだよね。わし、ちょっと残念。それで暇してるからミツバチの館に来てたの？パルマ、で、ようこそシンラビルへ。科学部門がやっていることは君たちには到底理解できない。よって説明は無意味だ。心配せずとも科学は進歩している。この収録のせいで今は停滞しているが、これ以上時間を無駄にしたくないので帰らせてもらう。では。まさに北条って感じ。こっちが治安維持部門、ハイデッカーだ。申し訳ございません、治安維持部門のブースはただいまメンテナンス中です。はい、メンテとまともな説明をしてくれない部門ばっかりだけど、リーブ君はちゃんとやってくれそうだけどね。都市開発部門。ようこそシンラビルへ。我々都市開発部門では皆様に日夜エネルギーを供給している魔鋼炉をはじめ、プレートや支柱、市街地や鉄道といったミッドガル全体を管理メンテナンスしております。現在はプレート上に高速道路を鋭意建設中です。こちらが完成した暁には皆様により快適な生活をお届けできるかと思います。もうしばらくお待ちいただければ幸いです。これはすげえな、将来の完成予想図みたいな。こんなところか。プレジデントのお言葉はないの？いかがでしたか？シンラカンパニーが手掛けている事業やそこから生み出された結晶の数々ご覧いただけました？我々はこれらを駆使し日夜皆さんの安全をお守りしているのです。魔鋼炉か。こちらは1万分の1スケールで作成したミッドガルの模型となります。ご覧いただけますように市街地を取り巻くように設置されました8基の魔鋼炉が日夜魔鋼を吸い上げております。そもそも魔鋼とは地下に眠る無尽蔵の資源、
それを我々が採掘し電力に変えてまたは高性能の燃料として皆様にお届けしています。魔法エネルギーの普及により我々の生活は格段に豊かになりました。明かりが途切れることはなくなりミッドガルは眠らない街として世界の中心となる大都市へと成長したのです。嘘ばっかりじゃねえか。魔法で生活が豊かになるのは本当だ。豊かさってのは目を曇らせるんだよな。俺にもそんなことがあったぜ。だから余計ムカつくんだ。生活は確かに豊かにはなってるけどね。こうしてみるとだからピザピザ言われるわけだ。こういう形状してるから腐ったピザとも揶揄されてるミュージックもあったし。おめでとうございます。これであなたも死んだ博士。それでは続きまして死んだの英知と最新テクノロジーを結集しました61階ビジュアルフロアへとお進みください。こちらビジュアルフロアではシンナの最新テクノロジーを駆使して制作した全く新しい映像体験をお楽しみいただけます。ぜひとも全身でご堪能ください。すげえな、見学ツアーめちゃくちゃ凝ってんな。映像はご覧になりましたか？はい、わかりました、見ます。コスモスシアター、え、シアター？何にもねえな。なんだ。かつてこの星には古代種と呼ばれる種族が住んでいました。彼らは星の開拓者と呼ばれ、我々が魔法を発見する何千年も前から地中に眠るエネルギーの存在に気がついていたと考えられています。それだけではありません。驚くべきことに彼らは魔鋼を独自の技術で加工し活用していました。その片鱗は一部のマテリアとして現在でも目にすることができます。こんな言葉が残されています。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。地上の幸福、星が与えし定めの地。しかしそんな彼らも今はいません。約2000年前に星を襲った隕石により滅びてしまったのです。果たして彼らは約束の地にたどり着けたのでしょうか。それは誰にも分かりません。月日は流れ、シンラカンパニーがまるで古代種の歩みをなぞるかのように魔鋼をエネルギーとして活用する方法を編み出しました。穏やかな気候、豊かな自然、そして溢れんばかりの魔鋼エネルギー、そんな土地がこの広い星のどこかで我々が来るのを待っています。シンラカンパニーは古代種が夢見た約束の地を一日も早く皆様にお見せするべく、これからも日夜努力を続けてまいります。ん？終わりか？
どうしてだろうね、わしとしたことがラードを切らすなんて脂肪の入っていない紅茶なんてただの苦いお湯だよねうひょう、どういうこと？チキショー、まだ頭がクラクラすんで、とんでもねえ映像を流しやがって、子供が見たら泣いちまうだろ。ただの映像じゃない。あの隕石、なんだろう。だから、そういう映像だろ。なんかいろいろ見てしまった。今の映像だけ見るとシンラはすげえ企業ってなるけど、というかセフィロスがもうビルに来てる。